今日さ、インスタの DM と YouTube のショート動画と TikTok 用のお悩み相談の質問箱にほんとね、またね、150件ぐらいセルティアさんローランド賞見ましたが、ローランド賞についてのセルティアさんの意見聞きたいですみたいなのがほんとね、150件ぐらい来てたんで、ちょっと俺見てなかったからさ、今日帰りタクシーの中で、ちゃちゃっと見たんですけど、じゃ見てない人にまあ、簡単に説明すると、クラブのさ、車掌の子が、なんか8時40分にお店行きますっていう、女の子がいて、で事前に伝えてたのに、そのお店の下で、まあ、他のお客様と一緒に入るところを見られたというかっていう、まあお客様、別のお客様が鉢合わせちゃって、まあその女の子が不機嫌になってると、まあ怒ってると。でまあソータはその女の子が一人で入るの怖いって連絡が来たから、お店の下まで迎えに行ってただけなんだよねって言ってたの。まあでもその怒ってることを、そのソータの距離感とか話の内容とか見る限りだと、まあ結構女の子はシャンパンを下ろしてたり、結構お金を使ってくれてる人だと思うんだけど、まあなんでね、女の子がそもそも不機嫌になってるかっていうと、まあまず一つは、こんなにお金使ってるのにそんな配慮もできないの？ 8 時40分に来るって言ってたのにそんな配慮もできないのっていうのと、まあもう一つは、まあこれはまあおそらくなんだけど、まあ同伴してたんじゃないのっていう、まあわかんないけどね、その女の子とその二人の関係とかさ、まあ同伴とかアフターとかどんぐらいしてるとかわかんないんだけど、私とは同伴今日してないのに他の女の子と同伴してたんだの、まあこの二つ、まあ女の子は不機嫌になる理由としてね、考えられるじゃん。女の子がじゃあ8時40分に店行きますって言ってたのに、まあ店の下で女の子と担当さんが二人のお店入ってたからさ、あ、同伴してたんだみたいな、さっきまで外で一緒にいたんだってなっちゃうから、前者で考えられるパターンとしては、まあ私がこんなにお金使ってるのになんでそんな配慮もできないの、お店に行く時間も伝えてたのに、なんだけど、まあホストクラブでそのシャンパンが入るときに一番いいパターンっていうのがあって、それはまあお客様側からシャンパンを入れたいって言っていただけるパターンで、その次が何のシャンパンを入れるかとか、まあこの日何しようみたいな、二人で相談してシャンパンを入れるパターンで、まあ最後がローランドショーの動画みたいにホスト側がこうシャンパンをお願いする、まあいわゆるシャンパンを煽るパターンなんだけど、まあソーダはまあ動画を見る限りシャンパンをこうお願いしたりこう煽るシーンがまあ多いんだけど、まあ実際はどうかわからないよ、その動画上のパフォーマンスだけかもしれないし、どうかわからないんだけど、そのシャンパンを煽ったりお願いしたりするとどうなるかっていうと、そうなると女の子がホスト側に求めるハードルが上がってくるのよ。私はこんなにお願い聞いてるのに、まあこんなにしてあげてるんだから、あなたもこうしてくれるよねっていう思考になってくるので、その女の子の、まあ、メンタル的なケアとか価値観のその温度差が生まれると、女の子に不満が生まれてくるわけ。まあよくみんな、まあ、目にしたことはないか、あんまりないか、そのホストやってたらよく女の子がこうホストさんに、まあ、不満があったりとか、よく喧嘩するみたいな、よく話見ると思うんですけど、まあそういう部分が多いのかな。まあ動画内でもその女の子がソータに対して、これじゃあシャンパン入れてくれたら私に何してくれるのって言ってたの、まあその延長線かな。まあでもね、ローランドショーのコメント欄とか見ると、ソータをこう結構叩くようなコメントが結構多いんですけど、まあ別にそのソータの行動をこう肯定するとか援護するわけではないんですけど、歌舞伎町はね、本当に普通が普通ではないし、その常識が常識ではない街だから、まあああいうタイプが好きな人っていうのは、ね、やっぱ一定数いるんだよね。まあ需要があるというか、こう例えばこう好きなタイプはとか、どういう人が好きなんですかって聞いた時に、まあ頭がおかしい人とか、まあ頭のネジが外れてる人とか、本当に一握りなんだけど DV する人が好きとかっていう人はやっぱ割といるし、それ聞いてもやっぱびっくりしないのよ、歌舞伎町って。まあ優しいだけのイケメンだったらね、そこら辺の大学生とか、まあ、バーとか行けば、まあ、たくさんいるんで、需要と供給なんじゃないですかね、ああいうのって。まあこれはまあ余計なお世話かもしれないんだけど、まあ俺が個人的にちょっと気になったのは、そんなみんなのね、ザ・クラブのね、先輩後輩の関係性があると思うから、聞き流す程度にしてほしいんだけど、ソーダが、その議員さんに、ちょっとバツナギお願いしたいですって言ってて、議員さんなんてホスト何年もやってるさ、ベテランの大先輩じゃん。先輩にバツナギっていう単語はあんまり良くないかもね。わかんないよ。そういうね、仲がすげえ良くてさ、そういうこと言い合える関係かもしれないじゃん。甘え上手だね。そういうところも、ソータのお客様は好きなのかもしれん。てかね、どうなんだろうね。俺さ、ヘルプにさ、これやってほしい、これ言ってほしいみたいなの言ったことないからさ、わかんないよね、正直。自分の失敗はやっぱ自分で、俺はケツを拭くタイプだから、なんかあんまりこれ、この人にこれついてこれ言ってほしいとかさ、ちょっと喧嘩してるからみたいな、あんまり言ったことないんだよな。てかそもそも喧嘩しねえよ、俺。女の子と。私は姫が裏で切れてる人って言われてたことが、店全体のイメージで影響するなと思いました。まあ、それはね、もうね、仕方ないよね。まあ実際そうだよ。
前回からそうだったからさ、あーローランドグループって裏でこんな感じなんだと思われたくないからっていう話を前したのよ。したんだけどもう仕方ないよね。同じお店だったらね、俺が敷かれるかもしれないけど、同じグループでも別のお店だからいやと思ってまあそれがその人のやり方というかさ、見せ方ならそれはそれでいいんじゃない。いやソータはね、先輩に好かれると思うよ。ソータはね、合同ミーティングとか表彰式の時にいつもセルティアさんおはようございます、お疲れ様ですって挨拶してくれるんだけど、やっぱソータはね、やっぱ可愛いね。先輩に好かれるだろうなっていう。あとなんかね、やっぱ甘え上手な感じするよね。だからそういうのがね、好きな人はお客様とかにね多いんじゃないのかなって思います。